対話の練習、言葉で道案内。みどりさんがはるかさんに待ち合わせの場所を電話で連絡しています。公園の入り口を入って、まっすぐ行ったら、バラ園があるよ。しばらく行ったら、 右に曲がって、そこにあるベンチで待っているね。はるかさんは、みどりさんに会えるでしょうか。1、みどりさんの案内の仕方で、わかりにくいところはありますかわけと一緒に、 話しましまょう2地図の中から待ち合わせの場所を決めて友達に道案内をしましょう聞く人は地図を見ないでメモを取りながら聞きましょう待ち合わせの場所は噴水の近くの ベンチです。全部で2回曲がります。まず入り口からまっすぐに進みます。一つ目のトイレを過ぎたらすぐ右に曲がります。3聞いた人はメモと地図を見て 案内された通りに行けるかを確かめましょう。噴水の近くのベンチ。曲がるのは2階。1つ目のトイレを過ぎたら右。十字路を右。はじめに案内する場所を言う。 通る道の順に説明する。曲がるところや方向、目印になるものをはっきりと言う。家から学校までの道順などを友達と話してもいいですね。